明日、どうしたら受け付ける？うん、いや、うちが聞いてるの違うんで。大阪の人も。明日、吉田の日に、紙を持ってくるみたいなことは言ってたやんか。で、俺も、日にちは聞いてへんけど。竹村さんの方が好き。いや、わかんない。可愛いんやで。山内ちゃんおらんから。吉野には絶対分かってる、明日には分かると思うんですけど、多分いいよと思うんですけど、なんか紙もらったんですから、それは誰が言うてたんですか？ちょこっともらったんですよ、紙いつもくれって言ってて、くれっていうか、いつも宮本ちゃん持ってきてる、明日言うわみたいな、そうそうそう、河合組の本人が言うとったで、吉野の時に紙持っていこう思って、ここには来てない、ここには来てない。とりあえず明日以降なんてちょっとだけ待って一回電話してこう。電話出るかでやろうか。忙しい。いっぱい並んでるやん。今来て。確認します。何がいいのかな。場所とか、それが分からへん。おはようございます。船の誠です。おはようございます。ね、田村神社の受け取りの方がちょっと出したいんですけど、大阪の人がね、日にちと何がいるんかというのを聞きたいが場所を。うん。2月の16日に開始ね。2月の16日。20日に来てあげる。この紙はどないなのかな。この当日に受け付けて大丈夫なのかな。この16日に。うん。うん。免許証のコピーとか印鑑はいらない。そうなんですね。あ、どうぞいいですよ。ネタと名前と住所とこれが分かってる。この16日当日で大丈夫なのかな。流行に惑わず一生勉強。僕も両親名刺。どうしたん？期間中に欲しい名簿は。ちょっと待ってね。吉田のちょっとだけ待って、吉田の時22時に紙持ってきて、吉田の時間中までに名簿だけ欲しい。ほんで、いるもんは免許証がこんなんはいらないからっていうことらしい。うん、わかりました。またわからなかったら電話入れます。すみません。はい、すみません。はい。名前とネタと生年月日と電話番号が分かる。親方名と。いや、親方名じゃない。神社に出すやつはええけど、警察にはな、道路使用じゃないから、この簡単なやつだけ書いて、ネタ付け、住所、年齢とか、そんなの、生年月日、住所、生年月日、電話番号、ネタ、それだけでいい。ちょっと待ってね、ごめんね。あ、そう。まあ本当に紙この分もらって送ってあれしたらいいんですけど、でこの河合組に直接送ってもらうか名簿だけもらって渡すか、それを聞いたら一番間違いないと思うんですけど、なぜに吉田の商売終わるまでに全部の名簿を回収したいっていうことらしいで、でこの早めに紙は明日来た時にもう渡すみたいな人がいるから、来てへんとかどうするつもりがこっからも分からへんからに、山内はいつも送ったりしとると思うんやけど、何も分かってへんっていう話だから、とりあえずこれでいいわ。はい、お願いします。で、2月の3日までにそういうことで今ごまぎ終わったとこで歩く人でな、これから2、3が10シリーズぐらいかな。もう歩かれへん今も。ほんで今これからお好みに行列並んでもってんねん。まだまだ。だから商売17、18、19。あらよ。でももう今あれってやね。山内さん多分普通に受けれる。明日多分来ると思うし、その時に一緒にあれやったら。あ、ほんま。うん、明日。ああ。なんか体育マンジかなんか欲しい。あんたとこいいねんな。まだ帰りしか見えへん、もうあっちまでまだ歩かれへん感じ、ものすごい人やわ。今お参りってね、ごまぎ今書いてな、終わったところ、どうしたの？まずはもうすぐあったかいお天気だよ、遠慮かもしれない。もう全然大丈夫。もう暑いぐらい。ちょっとまだ行列が完全にね、まだまだ。ああ、そうや、まだなあれで、そういうことなんや。もうすごい歩かれへんとねえだな、しんどなるわ。ものすごい人や。いつもどうしてんねん、送ってもらってんの。親方が一番困るやつ。明日あれやったら一緒に言うし、言うてくれたら一応分かるもん、河合組のバンド明日行くと思う。まあ行かないと思う。分からへんかったら通れへんかって分からへんかったらまあ絶対河合組に誰かを知ってると思うからね。どんなことなんというか、今任されてるのが吉永っていうちっこいおっさんやけど、ちょっとどっかに入ってたんか知らんけど、こんな感じのやつちょっと格がいいのか、そうちょっと残念な、そう口の悪いの。いや、分からへん。多分俺もある。じゃないね。それはちょっと抜けてるっていうか。じゃないですか。みんなに食べた人のやつ食べてあありがとう。あ、いいですよ。あ、いいですよ。はい、オッケー。